はい、どうも皆さんこんにちは、ワンゲームTVのカットしがみです。ということで、本日は8月5日ということでですね、8月の新台いっぱい出てるんですけれども、私、スマスラのゲゲゲの鬼太郎、こちらの新台抽選勝ち取って打つ予定だったんですけれども、抽選5回ミスりましたということで、ここの、ね、抽選がこう何回もこう並んでもいいシステムなんですけど、5回ミスって結局取れずという形で、見てください、もう大人気です。見てください、大人気ですね。10代フル稼働ということで、ゲゲゲの鬼太郎秋次第、こちら、実践しますので、お待ちいただけたらと思います。はい、くそ、おはようございます。ワンゲーム TV のワットシガミです。ということで、抽選してからもう3時間ですね。2時だったので打ち始めですけど、1回初当たり取った状態で、やめられている状態ですね。なんでこの百鬼夜行チャンスというのがこれがゲームスカウンターにもなってるんですけど、これが1ゲームの状態からスタートです。いきます。それもで本気はね、基本的には押しどこ狙えるとかないので、振り打ちで大丈夫です。左からの振り打ちで大丈夫です。この台はですね、基本的には左リールに妖姫というのが止まりまして、で中右リールに関してはこの鬼太郎の図柄が書いてあるチャンスっていう図柄があるんですけど、これが止まるチャンス面、この2つのレア役で基本的に構成されてるっていう感じです。で通常時はそのレア役からチャンスゾーンに突入させるっていうのがまず1つ、チャンスゾーンを経由して、AT に当選と、これが妖姫ですね。でここに妖姫は最大で30ポイントらしいんですけど、ここにポイントが溜まってって、溜まるとチャンスゾーンの抽選をしてくれるといった感じです。でこれ初当たり取った後即やめされてたんですけど、この台150ゲーム以内の当選率が約 66% あるとのことなので、まあ、基本的には150ゲームまでは打った方がいいのかなとは思われます。で陽気目はだいたいこれがに、合算して20分の1ぐらいなのかな、 18. 何とか20分の1ぐらいで、チャンス目は合算して99分の1とかです。まあ、基本的にそんなにめちゃくちゃ重いわけじゃないんですけど、まあ、2つ止まる強チャンス目とかは結構重いので、まあ、そこはちょっと引けたらラッキーぐらいな感じなのかな。で本期の天井ゲーム数が、1200ゲームプラスアルファとなってまして、設定変更後であったら、0ゲームから150ゲームランダムで加算されるみたいなんで、まあ、朝一ちょっとその末か動画がちょっと分かりにくくなってるのかなとは思います。基本的に天井は1200ゲームって形になってますね。いいですね、チャンスも引いてますよ。でおそらくこの150ゲーム以内に 66% っていうのも、それまでのレア役とかを加味したこの100ゲームゾーン、まあ、今何回かも押し順チャンス目とチャンス目引いてたので、まあ、おそらくチャンス目からだとは思われます。ちょっとどれかはね見ることできないけど、妖怪20体っていうね、この容器が溜まってこのどんどん溜まってくるんですけど、このなんだろう、この数字でも全長の期待度を表してるみたいなので、まあ早速40でいっちゃいましたね。伸び上がり、これ一番強い敵ですね。で勝利でゲゲゲバトルまたはゲゲゲラッシュで直撃に設定差がすごい大きくあるので、まあ、万が一ここで勝って AT が直できた場合は、おやって思えるかなって感じですかね。ワンチャン上の可能性がみたいな。リモコンゲタはちょっと弱いんじゃないですか。これで倒せてないので残念ながらチャンスゾーン取れずと、100ゲーム到達でいったあれか、全長入るのか、これで100キラ高ゾーン150以内のっていうのは多分これを指してるんでしょうね。今おそらくそうでしょうね。多分ねこの辺で発展しちゃダメなんじゃない。あれでも伸び上がりじゃないねこれ、一番これ星2とかだったっけ。そう、これ一番強いだっけ。いや、ほら雷、あれ伸び上がり 1.5? 2? 伸び上がりも2かな、2か。じゃあ同じ強いのか雷。頼むぞ鬼太郎、
リモコンゲタか弱いな。うわ効かぬって言ってるわ。あーこれやばそうですね。これでおそらく150までの全長では当たんなかったになるのかな。100、こちらこれ100、300、500とかで確かあのゲーム数でもチャンスがあるので、ゲーム数で引っ張ってくんならその辺のゾーンなのかなといった感じでございます。で先にこの台 の, その今日目指したいところを言っておきますと、はい、この台 AT がですね、まあ、51% 継続率があると言われている墓場ステージ、その次はですね約 62% 継続率の激闘ステージ、その上に覚醒ステージ、継続率約 80% と、この覚醒ステージに入れることが今日目標です。僕は覚醒ぶち込めばもういろんな夢が広がるよと。そうです。でこれは有力感をね、エンディングとかでこう切るタイプじゃなくて、もうずっと貫いてるってパイプらしいので、ノーエンディング AT なんですよこの台は。出玉の一撃戦みたいなのすごい気になってるところでは、まあ、また違う。70体行きましたよ。百鬼夜行。じゃあ、80行ったな。あら、赤満月。いやー、ここでもこういう形でバトル行かなくてもこう出してくるわけですね。さあ、ゲゲゲバトル、これがチャンスゾーンです。さあゲゲゲバトルということで、さあいぶき丸がねこれ期待度 47% かな確か。子役引くとこのレベルが上がってきます。まあ、リプレイベル引いて、6割近くで、1段階上がるんで、やっぱレモちゃんちゃんこ行かないとダメかな。4ぐらいまで行きたいよね。行きましょう。4でも外れたら嫌だな。でもでゲーム差は7ゲーム8ゲームだね。何でもいい、全役で攻撃中するんでね。およし、これでベル引いたけどダメってことで、追加とし274ゲームです、はい、だって技名ついてないときついよね。ああちゃんとここでプッシュで上がりましたね。じゃあリモコン下た OK。うわあ、ちょまずいまずいまずい。お、一旦モーメン乗ったよ。あ、陽気目、陽気目プラスチャンス目、陽気目で一個上がったリモコンゲタでした。ちょゲゲゲパワーやってもいいですか。もう早速いいですか。ちょっとじゃあ行きます。いいですか、お願いしちゃって。チンポゲゲゲゲゲゲ世界の、リモコンゲタ。さあどうなる。ニャニャニャって言ったね。残念残念でございます。おっしゃよかった。さあ549ゲームで2回目のチャンスのゲゲゲバトルでございます。さあもうゲゲゲバトルね、さっきやられてるんで、まあ期待度 50% ぐらいで考えるんだったらもうこう当てなきゃいけない。さあ、いぶき丸ですね。まずはお猫娘、よっしゃあったナイスリプレイからの、あ、上がったね。一気にリモコンゲタいった。でこんな感じで引けてればいいよ、猫娘。ダメダメ。まあおそらく3とかになってくるとちょっと上がりにくくなったりするのかな。おっしゃ、レーモンちゃんちゃんこいったぜ。
さあ、あれもちゃんちゃんこ、ゲゲゲジャッジメント。さあ、4だったらこう取っておらないのっていうことで行きましょう。もう2万5000円です。行きましょう。チーパワー、気合い、ね、ここチャンスアップね。ラッキーが来たりとかあるんだろうな、いろいろ。あ、行きそうだよ、行きそうだよ、これは。おお、こんな感じ。あー、すごいすごい、あ、すごい、風がすごい、あ、吹いてます、ね、風がすごい。あの、全然わかんないと思うけど、めっちゃが、あの、顔面にちょうどいい位置なのよね。さあ、行きましょう。さあ、ゲゲゲラッシュでございます。なんかね、いや見たんだよ、金が出た時にビタ押しするとボイスがどうこうみたいな、俺これ白いと思ったら金なんかな。やってみますか。そう、狙えるから、まあ疑似勇気なんだけどね。多分知ってきてなかったと思う。はい、さあ、ゲゲゲロックって形で、25ゲームスタートなんですが、初回はプラス15ゲーム、トータルで40ゲーム間の AT になってます。で、墓場ステージは約 51% で継続期待度という形になってます。墓場ステージは押し順チャンス目の率は約20分の1ぐらいになってますので、まずはチャンス目を引くことが大事で、容器目を引くとカットインチャンスというのに抽選をしているので、お、これ容器目プラスチャンス目いいですよ。で、目指すはチャンス目を引いて猫娘チャンスというところにぶち込むというのが、この辺の一番やらなきゃいけないことなんですよね。この猫娘チャンスを引かないとステージが上がらないんですよね。まずはこの保証というかね、これ15ゲーム以内に行ってくれるのが一番嬉しかったんだけど、まあ、これも一応数えておきましょう。ナイスチャンス目、 18% ぐらいですよね、猫娘チャンスの抽選が。ボルフガング強そう。強いですね。さあ、陽気目カットインチャンス、これね2ゲーム間続くみたいなんで。終わり、終わりか、カットに来なかったな。さあ、ラストでございます。さあ、これネクスト継続ジャッジということで、もちろんこれ墓場ステージ継続期待度 51% と言ったんですが、ここで 51% 取れてれば、まあ、こう継続することができれば、晴れてまた今度は25ゲームなんですけどね、この25ゲームが継続してループしていくといった仕組みになってます。さあ、じゃあ継続ジャッジいきます。さあ、これ当該ゲームと残り2ゲーム、3ゲーム以内で、まあ、チャンス目引ければ継続、陽気目で 66% ですね、墓場ステージだと。リプレイで 12.5 かな、まあ、何にせよ外れはちょっと厳しそうな感じがする。フリーズ発生るチャンスなんでね、ラスト 51% あるからな。チーパー、お、よきも引いてな、 66%、 これ引っ張ってこれたら強いな。よかった。さあ、これで2セット目いったはいったんですが、まだ25ゲームしかないので、やることは一緒で、チャンス目を引いて猫娘チャンスに打ち込むって感じですね。で、ボルフガングがめちゃくちゃ強いことはもう分かったっていうね。確かに継続すれば、お、うわ、ちょっと待って、これ絶対に伝わってないけど人言ってもいいですか、はい、バカほど風吹いてた今。あ、チャンス目プラス、陽気目引いてて、カットインチャンスは来てないけど、おそらくこれで猫娘チャンスないしギリギリボーナス当選したのではないかと思われる。残りゲーム数も、ね、少なかったんで、すごい、あ、黒波です。で、ビクターを倒すところでタッチスクリーン、あ、猫娘チャンスということで、
ちなみにこの猫娘チャンスでゲーム数はまずリセットされます。この猫娘チャンスっていうのが5ゲーム間のチャンスゾーンになってまして、まあ子役引いて、状態を1個上げることができるといった形になってます。で基本的にリプレイ以上引ければチャンスって感じですね。さあ行きましょう。レベルアップチャレンジ早速来たね。残念普通にベルだったっていうね。いいよこれカットインが来ることはこれゲゲゲメって言うんですけどこれが出ることが大事なんで。うわ13枚。おリプレイじゃない58%あるよ。58%この自主ゲームで。あれ58%あるよ。2回目そんなだよな。さあこれででも一応25ゲーム戻ったんでまあまあ一応引いたタイミングが良かったのかなと思います。言ってもらわないとな。うますぎない？ちょっとうますぎないこれ。さあ4つ目来たチャンス。カットインチャンス。そろそろよっしゃ。ここで猫ちゃん入ってからのもう行ってほしい。ここで行ってほしい。もう3回目は3回目。カットインが来ないと。あちょっと今ね遅かった気がする。カットインがほらやっぱそうだわ。ちょっとわすごいなんかのコラ画像みたい。昇格確定。これでもいいけどねこれは。俺めっちゃ好きだけど、ね、分かりやすいから、ね、さあこれで、25ゲームレベルアップした状態で、AT がね進化しましたね。これ激闘ステージで継続率 61% に上がってます。さあこれでカットインチャンス。あーカットイン引けずか。さあ陽気目でカットイン来ない。残り2ゲームだから来なかったのか。ちなみに、激闘ステージの方がほんのちょっとですけど押し順チャンスが出やすくなってるんですよ。それが活かせなかったですね。 62% あったのに逆。さあ継続ジャッジ頑張りましょう。おわお。びっくりした今俺これ引いたのに何も起きなかったから何もなかったって振り向こうと思ったらちょっとずれたタイミングでねロックかかってくれたっていう。よかった危ないもんよかった。ここを耐えたっていうのはかなり強いと思うので猫娘ぶち込んで覚醒。あチャンス目。あリプレイでいったわ。ちょっとうますぎるね。もちろんマジでここ本当にいいから覚醒上げないと。本当にここよ。おこういうのいいね。これもうだとしたら絶対強いよな。おそらく激アツ。ちょっとボルフガンクも激アツなら倒せちゃうもんな。おお猫娘レインボー。あボーナスあるんじゃないこれ。あそっちか。でも全然、まあ、全然これでまず、ゲーム数が戻るしここで上げることができれば覚醒ですよ。ですよね。さあちょっとここからいきます。さあ猫娘ちゃんかといいいよ止まるぞゲゲゲメ。うわさあ13枚いいですよ。
頼む頼む頼む。リプレイ引いたね。さあここラスト。チーパワー。残念でした。まあ今入ったことがね、うん、結構重要なんで、あとはまた同じようにこれダメだったから継続ジャッジで引くとかだったらもういいけど、さあ継続ジャッジですね。これでまずね、結果的にはリプレイ以上引かなきゃいけない。ラスト、うわーこれまずいって、うわーこれがねきついんですよね。で墓場ステージに戻ると一発目、これこの1ゲーム本当最近こういうズレが多い。さあラストです。結局チャンス目が突入した時の1回だけだったんで、猫娘チャンスが引けないっていうのはきついね。やっぱなかなか、うわーラストチップ。はい、まあこんなもんか。1000いったのにね、998倍ちょっと減ってしまいました。さあヨーキポイントの天井落ちた今日。これで通常時戻りますよと、はい、150ゲームは絶対にフォローして打った方がいいような気はします。時間ある限りもうちょっと打っていきたいと思います。はい、あっよし早かった、2回目の当たり。よかったよかった。暖かい風がすごい。これがだからしんどいですね、あの駆け抜けっていうね。ニャニャニャは容器があんま溜まってませんよか。おお、これここ最終でいったべ。うますぎん、ちょっと。まあそうだよね。まあまあまあ。ニャニャニャ。267枚。いやこれしんどいな、これ2連続単発が食らっちゃうと。通常時150とか超えて駆け抜け何回か食らってるとしんどいなって感じちゃう人は多いと思う。ここで引いたリプレイありがとうございます。ということでチャンスゾーン結構やれてますよ僕。まあそうなるよな。にゃ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 。1002枚。いやちょっと遠い、マジで遠い。多分ね体感してるのとちょっと違うと思う。俺体感は今1000枚も出てないから、ね、なんかやれてないだけがどんどん伝わっちゃうというか。あ、ね、さあ150ゲームのところ、これスカですね。この台のね150ゲームまでの前兆が今一旦終わったのでこの台やめます。というのも僕の横の台がですね、AT5 即やめしているので風当たり取りに行くのであれば、まあ、そっちの台打った方がいいかなということで横の台に移動したいと思います。さあ、横の台に移動してきたんですけど、即やめされているので、この台でちょっとチャレンジですね、風当たりにやっていこうと思います。あぶねー、移動台成功です。やっぱ150ゲームまでは打つべきですね。さあということで131ゲームで、ゲゲゲバトルということでチャンスゾーンです。さあここで当てて AT 取って発生まで行って出っ放し。いやそれやりたいぜマジで。おお、カミーラ、しかもリモコンゲタスタートですか。あ、だから強いんだこれ。期待度 87% かな。あらあら、1個上がった。しかもああこれやばいよ。あと1回、あと1回。待って、こういう時に限ってなんで引かん。あー赤文字きたー。あ、チャンス目引いちゃったんだもんここで。さあ
レインボーになって、あ、もうここでもうバトル行く前のタイミングでね、めちゃくちゃうまかったですね。さあここで途中で敵を倒しまして、ゲゲゲラッシュ突入ということで、まあ、この台がね1個前で覚醒入ってるんですよ。ということはこれは入りやすい台です。行きましょう。いや全然早かった。一回もなんかそういうの聞くってな。いや、なんかあれで勝ってたけどチャンス目でみたいなあんのかな。チャンスゾーン中に余剰分の引きみたいな。うわー、これはちょっと大大大チャンスですよ。もう右の台で散々やれてなかったんだから頼むぜマジで。よっしゃ、マジである、マジである。さあ一発目から取りましたよこれで。でここで、25ゲーム、これで激闘スタートですね。いや、ここに入れんのも大変だったんだから。しかもロック状態でここ、そっか、一番のチャンス来てます今。頑張って、こういうところでカットイン、こういうところで頼むよ。レバー来たね。うわー、マジか。え、小娘くれー。ほら、あ、いい、全然いい、全然いい、いいよ、いいよ。3回目、よっしゃ、来た、行くぞ、もうマジで覚醒、覚醒させるからな。もう行こう、もう行こう、もう激闘中何回目マジで。さあ、マジでマジでお願い、もう本当にカットイン来い。ジーパワー、いやー、しゃべった、覚醒、よかった、マジでやったよ、やったよマジで。いや、もうよかった、これは本当よかった、よかった。さあ覚醒ステージいきました。これで継続率 80% 約プラス、もうこの激闘と墓場がストックになってるんで、ここ負けたとしても一応ね保険がある状態です。でこの覚醒ステージ中はじゃあチャンス目引いたらどうなるのって話なんですが、今ね上ビカビカビカってねレババレしたんですが、覚醒中のチャンス目、こちらボーナス抽選してます。 30% 以上かな、 33% とかだと思うんですけど、これでボーナスの抽選してますので、今光ったということは、光ったということはこのゲゲボーナス抽選中ってなってるじゃないですか。ということはこのボルフガングもやっつけちゃうわけですよ。タッチザスクリーン、ありがとうございます。これで V っていうのがこれで、ボーナスですね。大移動大成功でございます。さあこれでゲゲゲボーナスを、はい、まあ、一応ボーナスチュースでこの白枠がもやもやと出たら左リールに赤7を狙ってください、はい、で赤7をこう狙わなかった場合でも中右に赤7が1個入ってれば OK みたいです。いろんな台がさ、はい、さあすいません、136枚ですね、大体だから150枚近く取れますよと。いきます。さあ覚醒、覚醒ステージに戻ったということで、まあ、これをループしていく感じですね、はい、さあラスト、ちょっと待ってくれ、お、覚醒は覚醒バトル、そうね、ここでバトル入ります。さあ覚醒バトルは5ゲーム間のバトルになってまして、全役で修正します、はい、一応リプレイで40パー以上で要求目 66% でチャンス目で 100% っていうのは、100% になってます。でリプレイで 40% っていうのが多分強いので
いかにリプレイ引いて勝てるかっていう感じですね。一発で落としてたまるかっつうね。いやそりゃそう。ほらもうめっちゃ強いでしょこんなん。ほらほら、さすがにそんな簡単に終わらないよっていうね。素晴らしい。さあ継続確定。あ、何も引かなくても行くっていうね。一番いいのは残り1ゲームとかでボーナス引っ張ってくるっていうのをループしまくる。ラスト。あら、うわー、チャンスが引けたんだけどね。さあ覚醒バトル一発目で。あ、そういう感じね。毎ゲーム毎ゲームね打ってくれるわけね。やばいよ、ちょっと待ってよ。やばいやばいやばい、マジでやばい。こんなところで落とせねえからな。チーパワー勝利へ。しゃぶな。ここでのさ、チーパワーの要求率高いな。でもね、これで喜んでちゃダメなのよ、この台に関しては。30分の1だから。おー、そんな話したら、あ、陽気めプラスの方でね、いったわけね。ありがとうございます。さあ、これでボーナス。何も言わないですね、うん、さあ、来たろう、ボーナス。ゲゲボーナスじゃない、ゲゲゲボーナスだわ。さあ150枚獲得です。731枚。さあこれでゲゲゲラッシュの覚醒スタートです。いやこれ他の台も当たってるし、本当一発やれれば夢見れる台だなと思ってるわ。トゥーラスト。あー、まずいです。さあ覚醒バトル行きましょう。外れじゃダメ、外れじゃダメ。まずいよこれ、こんだけ何も引かんのかい。俺は信じてます。チーパワー、やばいですね。これはこれがあるんですよね。うわー、リプレイダメ。これはやばい、マジで。まあ終わるときこんな感じなんだろうな。いやー、引かねえなーラスト。さあ継続ジャッジいきます。まあ、出目の部分で分かりやすいよな。さあ一応ね、背景下とかもあるんですけど、いやこれめちゃくちゃしんどいな。覚醒入ったのに出玉がね、期待枚数の半分なんですよね。悔しいし悲しいし、なんかちゃんとイライラするね。あのムカつくからイライラと思います本当に。ダメな流れになった瞬間のちゃんと転がり落ちてく感じがね、抗えなかった。ちゃんと俺はその引きに、そんな簡単にいかないか。さあ244枚、無事いってこの台。はい、もう下がポイントばっかです。ベルでもはい、はい、ゲーム数のゾーンも終わってますね。ということで、まあ、これここまでですかね、これ以上追ってしまってももう10時近くなってるので、これ以上厳しいなということで、最後までご視聴ありがとうございました。はい、実質終了です。お疲れ様でした。
スマスロー、ゲゲゲの鬼太郎覚醒ということでこちら打ってきたんですけれども、まあ、非常に、自力感が強いというか、やっぱ覚醒までいけばどうにかなるなっていうのは、感じました。入れてる方、大体ですね、僕が見てた台は4000枚から3000枚はほとんど出してたので、まあ期待値2000枚以上っていうのはもう伊達じゃないというか、そんな感じはしました。終始いきたいと思います。総投資ですね、21本、966枚、回収が1899枚なのでプラスの933枚ということで、なんとかプラスで終えることができました。 AT5 ですね、150ゲーム絶対回した方がいいです。もちろんブレはあると思うんですけど、やっぱそれまでに引くチャンス面もありますし、単純に100ゲームのゾーンというところからチャンスが出てくることがあるので、まあ、もちろん AT じゃなくてチャンスゾーンが出てくるので、チャンスゾーンがやれないともちろん AT に直結しないんですけど、150まではね、やっぱ回した方がいいんじゃないかなと思いました。他の台見ててもそうなんですけどね。であとはもう1回の AT でどれだけやれるかっていうところ、もうこれはやっぱアームの部分もあると思うんですけど、チャンス面からの猫ちゃんからの激闘からの覚醒っていうね、ぜひそちらホールで皆さんも体験していただけたらなと思います。はい、そんな感じで以上です。チャンネル登録、そしてガッドシアムの X のフォロー、並びにですね、こういった感じで寝台もまたやることありますので、そちらもご期待していただけたらと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。バイ。